どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日は狭間黄昏やっていきたいと思います。霊能力者覚醒に向けて、隣の住んでる人が霊能力者だっていう幼馴染。どうやって覚醒させるんだろうな。まだ出てこないか。大変だな、3人は。かっこいい。気がそれてて。緊張してくるね。なかなかの獲物持ってる。おっと、やるな、役に立った。でも覚醒してから すぐ飽きてくれないだろうしな。聞ききれん。
きている。そうだね。すごい気になる展開なんだけど。早速次に。あ、でも覚醒組の話か今度は。そうだね。嫉妬。おお。えぐいわ。効果音ですと、キュピーンっていう。ほう。すごいな。どっちの方が怖いわ。楽しそうだな。ちょっと楽しそう。ことは明確、ババコントン。ちょっとワクワクしてきたな。遅いわ、来るの。焦るね、それは。来ました。どんな人なのか。もうお色気担当は前園さんがいるからね。トトトトっていう足音、まあ、アニメみたいなんだけど、怖そう。でも顔が、元気を飛ばした。やばい、ちょっとシュールだ、本当に。攻めの一手。やばい、言葉が超絶キャバタン。なんだよ、もう意図尽くし、もはや現代語でもない。これちょっとすごいわ、キュンカは。どういう褒め方だよ、下手すぎだろ褒めるの。褒められた方もまずいんだけど。ありがとうございましょう。本当すぎる、本当に。
と、これが効くのか。とどめ、とどめ出た。ちょっと待って、このちょっと待って、これおかしい、これ大丈夫、これ流せる、もう NG な顔してるけど、この絵やばいわ。ドン引きだよ。うほって言ってるけど、声になってないんだけど。あ、よかった、落ち着いた。どうなるかと思った。世界が治る前にみんなが壊れそうだった。あ、あがめろ。ご飯にする。まずいわこれ。はい、あとは切符を待つばかり。次回22話命を落とせば。ね、またちょっと危ないのかな。落合あゆみの勤務情報が追加されました。織田拓郎、ああいたね。インパクトがなさすぎたわ。ちょっと他のキャラがすごすぎて。落合、待って、こっちからか。ポーズ歩いてるのか知らないけど、ポーズがまずい。これ飛びそうなんだけど。へえ、得意な遊戯こっくりさん、やったことないな。弱い。模型作り。誰よりも生徒もいい先生じゃん。はい、それでは区切りがいいので、ちょっと今回こっちも頭おかしくなりそうでしたが、本日はこの辺で終わりたいと思います。終盤だけどまだ終わらない感じかな。結構前にもう終盤だねっていう話だけど、結構まだ大どんでん返しがありそうですが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オカミでした。アディオスアミゴス、またね。